囚人たち1938年12月19日、ザクセンハウゼン強制収容所は、ナチスドイツが、首都ベルリンの北部ブランデンブルク州オラニエンブルクに、設置した、強制収容所である。1993年1月以降、ザクセンハウゼン追悼博物館となっている。ザクセンハウゼン強制収容所を取り囲む、鉄条網と壁。間は、監守の巡視炉だった。 ナチス強制収容所のお約束の標語、働けば自由になるは、この収容所の門にもついていた。アドルフ・ヒトラーを当首とする国家社会主義ドイツ、労働者党政権が誕生したばかりの1933年3月に、プロイセン州首相ヘルマン・ゲーリングは突撃隊に、命じて、オラニエンブルクのビール工場を改築して、オラニエンブルク強制収容所を創設した。 しかしこのオラニエンブルク強制収容所は、ザクセンハウゼン強制収容所とは異なる。長いナイフの夜事件以降に強制収容所の、監督権が親衛隊に移った後の1935年2月に、この収容所は一旦廃止されて、強制収容所総監テオドールアイケ、親衛隊中将の本部に変わっている。しかし、親衛隊全国指導者、 ハインリヒヒムラーの命令により、オラニエンブルクに再度強制収容所が置かれることになり、1936年7月より、エステルベーゲン強制収容所から50人ばかりの囚人が送られてきて、かつてオラニエンブルク強制収容所のあった場所に立つ建物の東側にザクセンハウゼン強制収容所の建設が開始された。8月には、初代所長として、 カール・オット・コッホが赴任してきた。この収容所の敷地は一辺が600メートルのに、当辺三角形型をしており、総面積は190ヘクタールほどであった。収容所の周囲は高電圧の鉄条網と、柵、さらに2.7メートルの高さの壁で囲まれていた。鉄条網と壁の間は2メートルほどあり、そこは、監視の巡視炉になっていた。さらに、サーチライトと、 機関銃が備わった監視塔もかなりの数が設置されていた。収容所の西側には強制収容所総監本部があり、ヨーロッパ中のナチ強制収容所の監督がそこで行われていた。そのためザクセンハウゼンは各収容所で囚人から奪った金品が集められる保管庫でもあった。 収容された囚人の数は1937年には2300人だったが、開戦時には1万人を超え、さらに大戦末期には4万7000人を超えていた。初期には、共産党員や社民党員など政治犯や、ジプシーなどが収容されていたが、水晶の夜事件以後は、ユダヤ人も送られてくるようになった。開戦後には、各地の占領地で逮捕された者が続々と、 送り込まれて収容者数が急増し、最終的にこの収容所へ送り込まれた人々の総計は約20カ国20万人を超えるという。この収容所は規模が巨大で、ドイツ共産党員など組織だった政治犯の囚人たちを主に収容していたため、収容所内に秘密抵抗組織が存在していた。彼らはこっそりとサボタージュして、 ドイツの生産率を落とすことに努めた。収容所を管理するナチスの側もしばしばサボタージュした、ものの摘発を行ったが、秘密組織の完全な撲滅はできなかったようである。この収容所は絶滅収容所ではないが、戦後ソ連によって行われた、ザクセンハウゼン強制収容所の監修を裁いた、軍事法廷によると、1943年3月、半ばに、 所長のアントン・カイントルが新たな処刑方法としてガス室を導入していたという。また、対戦末期には連合軍爆撃機によるオラニエンブルク、無差別爆撃でこの収容所の囚人たちも大勢爆死するようになった。1945年4月21日、ソ連赤軍の接近で、ついに収容所は閉鎖を余儀なくされた。 収容されていた囚人たちは別の収容所へ向けて歩かされたが、すでにナチスドイツが無政府状態になっていたこともあり、多数の囚人がこの徒歩での移動中に、親衛隊やドイツ国防軍の兵士たちにより無法に、虐殺されていった。戦後、所長のアントン・カイントル以下、ザクセンハウゼン強制収容所の主だった監守たちは、ソ連の軍事裁判にかけられ、その法廷で、 カイントルアが素質の存在を認めた。杭の罰のための木の柱反抗的な態度を取ったり、失態をした囚人には、新衛隊員が各種の罰を加えた。比較的軽い罰は、引き返ると呼ばれる罰であった。手を頭の後ろに組んでしゃがんだまま飛び跳ねるという、いわゆる、うさぎ飛びを繰り返す。ただし新衛隊員が殴りつけてくる。より重い罰として、 鋼の棒で殴りつける棒打ちと呼ばれる罰があった。撃たれる回数は処罰の重さによって決まる。また撃たれる回数は囚人が声を出して数えねばならなかった。数えない時はそのオーダーは回数に含まれなかった。気絶してしまった時には水がかけられて無理やり目を覚まさせた。オーダーの回数が多い場合、絶命に至ることも多かった。 クいと呼ばれる罰もある。まず鎖が垂れ下がっている3メートルの木の柱に、囚人を後ろ手で組まされた状態で、足が地から離れるまで吊るし上げ、腕がねじ上げられた状態にする。さらにその苦痛の姿勢のままで数時間にわたり、親衛隊員に殴りつけられる罰である。処刑することが決まった囚人は見せしめにするため、全員が集まる夕方の点呼の際に、 公開公式刑に処された。一方、Z 施設と呼ばれる仮想場の近くの隠れ処刑場も存在し、ここで秘密裏の処刑、虐殺も行われていた。ガス室も、この、Z 施設の中に設置されている。1961年のデュセルベルク刑事裁判で、新鋭隊員が自供したところによると、この強制収容所に、オットースコルゼニー新鋭隊中佐が、 国家保安本部サボタージュ取締犯として赴任してきた時期があり、この際にスコルツェニマイナスは囚人の体を使って毒遺弾丸を囚人に打ち込んで効果を調べる実験をしたという。ニュルンベルク継続裁判の医者裁判において1939年9月から1945年のドイツ敗戦に至るまでの長期間にわたって囚人の体を使って オイルレイと呼ばれている液化ガスの実験を行っていたことが明らかにされた。同じく医者裁判において、新衛隊医師、カール・ゲップハルトがここの囚人15名に対してサルファ剤を投与する人体実験を行い、死に至らしめていたことも明らかになった。1943年6月にも新衛隊医師、アノルト同面による横断の研究と称する人体実験で、 囚人8名を死亡させている。ザクセンハウゼン強制収容所の囚人たちは、時として、ナチスの重要な工作活動に動員されることがあった。ポーランド侵攻の前夜、国家保安本部長官、ラインハルト・ハイドリヒ新衛隊大将は、部下の工作員、アルフレート・ナウヨックス新衛隊少佐に、ポーランドとの海戦の口実作りとして、 ポーランドのラジオ局を占拠させ、そこでポーランド語でドイツとの海戦を宣言させた。その際に、この収容所の囚人もポーランド軍の軍服を着せて、連れて行かれ、工作活動に関与させられた。囚人たちはそこでナウヨックスらに殺害され遺体は、その場に置き、残された。ナチスドイツはこれを口実に、ポーランドへ侵攻を開始。これが、 第二次世界大戦の開戦となった。また大戦中、英国経済を混乱させるために、SD のバルター・シェレンベルク新英大将将が計画したベルンハルト作戦において、この収容所の囚人たちを中心に偽札を製造させられた。ここで製造された偽札は約1億5000ポンドにも及ぶ。また、偽ドル札製造も計画されたが、 それはついに完成を見なかった。1936年、ザクセンハウゼン強制収容所の囚人たち1945年8月ソ連内務人民委員会が、ザクセンハウゼン強制収容所の中心に第7特設収容所を設置し、火葬場と殺害施設以外のほとんどの建物を、これまでと同様の目的で使用を再開した。 1948年の夏には、ソ連占領下の3つの特設収容所の中で最も大きいものとなり、第一特設収容所として名称を変更。1950年3月に、再び閉鎖されるまで合計約6万人の人々が収容され、そのうち少なくとも1万2000人が栄養不良や病気で亡くなった。1956年に、 ザクセンハウゼン国立警告記念施設の計画案が開始され、1961年4月22日に開館した。この施設は収容所の中央部分に巨大な象徴的なモニュメントを設置し、ファシズムに対する反ファシズムの勝利を示すことに重点が置かれた。ドイツ統一が成し遂げられ、収容所の歴史的な変遷過程が評価し直された。 ことをきっかけに、1993年に、ザクセンハウゼン国立渓谷記念施設は、ザクセンハウゼン記念施設、博物館と名称を変更し、ナツスの強制収容所時代の遺産の保存に重点を置いた修復、改造が行われ、一般に広く公開されている。収容所関係者の裁判は21世紀に入っても、続けられており、次第に、幹部から、 下級職へと対象が広がっている。2021年には100歳の元監守が3518人の殺害を補助した罪で裁判にかけられた。同年10月8日、男性は裁判所に出廷したものの証言を拒否した。 h t t p w w w s t i f t u n g b g d e g u m s ュ n i n d e x h t m ザクセンハウゼン記念施設、博物館の歴史、100歳の元ナチス監修後半で、証言拒否。afp2021 年10月7日閲覧。ありがとうございます。